皆さん、こんにちは。スノーマンの向井康二さんが2024年4月18日発売の雑誌女性セブン16号にソロで初登場しました。究極の恋愛2択質問で知られざる恋愛感が明らかになったようです。スノーマン切ってのおしゃれ番長として知られる向井さんをソロだからこそ見られる顔をコンセプトに春らしい装いで撮り下ろししました。9面相 SP シート付録には特別にリメイクしたネクタイをつけて様々なポーズを見せる姿やモードな雰囲気のメガネ姿などいつまでもそっと眺めていたくなるような向井さんの9つの表情が詰まっています。インタビューでは出演中のドラマ特捜9シーズン7についての秘話をはじめ本誌の人気企画究極の恋愛2択50問企画に挑戦しています。ラブレターを書くなら手紙をメール子供にはパパと呼ばせたいおはお父さんと呼ばせたいなど意外な理由とともに選んだ答えとは知られざる恋愛感も明らかになったようです。2024年3月14日スノーマンの向井康二さんと深澤辰哉さんがグループでレギュラーを務めるラジオ番組スノーマンの素のまんまに出演しました。セクシーゾーンの中島健人さんが主演を務めるカンテレフジテレビ系カドラ11リビングの松永さんに出演する向井さんが初めてのキスシーンを振り返っています。この日の放送では第10話のキスシーンの話題になり深澤さんが初めてのキスシーン緊張しました撮影はと尋ねると向井さんは緊張しましたと答えました。深澤さんは相手によってもいろいろ違うじゃん、ドライからちゃんと気持ちを作っていきたいタイプだったり本番で全部集中してバッて気持ちを入れてみたいだったり浩二さんはどっちと質問します。向井さんはどっちでしょうね、やっぱりあっちがドキドキしないといけないシーンと振り返り、健太郎として一生懸命やらせていただいたからいろんな感情があると思うんだけど楽しんでいただきたいと語っていました。向井さんは良いシーンになったと自信を覗かせ、あの日一日水族館で撮影していて空きがに3時間あったの、本当に朝子さんとプライベートデートしてたのと告白しました。役作りというのもあるが健太郎として一日水族館を歩いたのだと明かしました。これには深澤さんも俺はそういうの大事だと思うとうなずき、何事も何かをする相手との距離感とか撮影の雰囲気人との距離感ってそれが伝わっちゃうじゃん、すごくいいと思いますと持論を展開しました。向井さんは結構いいシーンになったと思うんですよ、だから最初のそういうシーンが朝子さんで良かったと思います、感謝ですと感謝を口にし本当に緊張したと本音をこぼしました。深澤さんはずっと緊張していたもんねと笑い、向井さんは何回リップ塗り直したことやらと振り返っていました。さてそんな向井康二さんにかわいそういじめられてるみたいと同情の声が寄せられた番組がありました。ドレミの歌の歌詞を考えたのは向井ですが、誰にどのドッキリを仕掛けるかまで指定したのかは番組を見る限りは分かりませんでした。しかし深澤は以前から腰をかばうような動作が見られ、ファンの間で不調が心配されていたため、ネット上には向井が考案したドッキリは面白くもないし腰が弱い深澤に腰を反らせるって何なの、ふっかの腰が心配、向井はもうちょっと考えろよ、深澤くんに腰を反らせるドッキリを仕掛けるなんて悪趣味などと向井を批判する書き込みも少なくないですとスタッフが語ります。これはレギュラー出演しているドッキリグランプリでの出来事です。4月2日放送のバラエティ番組芸能人が本気で考えたドッキリグランプリ内で行われた企画についてスノーマンファンから否定的な感想が相次いでいる。この日はドッキリクリエイターとしてレギュラー出演するスノーマン向井康二さんが自ら考案したドッキリをメンバーに仕掛けるという内容だったが、ネット上ではさすがにやりすぎ、いじめにしか見えなかったと物議を醸してしまった。2020年1月よりセクシーゾーン菊池風磨さんと共に同番組のドッキリクリエイターに就任した向井さん、今回は自身も番組内で経験したドッキリのドレミの歌をスノーマンメンバーに仕掛けたいと志願し実現することになったのです。
これはドはドーナツのドレはレモンのレというドレミの歌の歌詞をもじったドッキリ。今回はスノーマンバージョンとして向井さんがドッジボールで挟まれる、レフ板でどつかれる、みたらしでかすぎるなどと歌詞を変え、7種類のドッキリが新たに作られました。当時公開された主演映画おそ松さんの個別取材を受けるタイミングで、番組スタッフが次々とメンバー8人にドッキリを実行していくことになったのです。グループ最年少のラウールさんはみたらしでかすぎるのターゲットになり、スタッフが大きなみたらし団子を持って近寄ると、危険を察知したのか顔を必死に守って抵抗しました。しかし着ていた白いパーカーは垂れまみれになってしまい、スタッフが向井さんが考えたドッキリなんですよと告げると、ラウールさんは嫌なドッキリ考えますねと呆れていました。剃るだけ剃らされるは渡辺翔太さんと深澤辰哉さんが餌食になり、不意打ちでスタッフに体を固定され、剃るだけ剃らされるという状態に。深澤さんは痛いと絶叫しており、顔が真っ赤になっていました。また佐久間大介さんは、女性アナウンサーが手作りしてきたチーズケーキを試食する流れになるも、実はラードのチーズケーキだと判明します。佐久間さんは吐き出すこともなく、ひたすら妙な味に困惑していたようです。さらに目黒蓮さんは、新設服に入れられるにあたり、背中にいきなり冷たい雪を入れられ、冷てえと震えていました。こうして8人のドッキリが終了すると、最後は番組側が向井さんにサプライズを仕掛け、メンバー全員にかけたドッキリを連続で味わうというどんでん返しになったのです。剃るだけ剃らされるの最中にラードのチーズケーキを無理やり口に入れられたほか、背中から大量の新設を詰められた向井さんは倒れ込んで悶絶していました。この時は番組サイドを責める意見も多く、特に最後に仕掛けられた向井さんへのドッキリについて、あれはやりすぎだしかわいそう、どうか向井くんに楽しくお仕事をさせてあげてほしい、浩二がドッキリグランプリのスタッフにいじめられているみたいで悲しい気持ちになったといった同情の声が上がっていました。なお同番組の企画チーフプロデューサーを担当する水谷博也は2日、向井さんのリアクションを褒めるスノーマンファンの X 投稿を引用する形で、向井くんは番組を面白くしたいと本気で思ってくれているので、我々も本気で望んでいます、バレバレなドッキリやぬるいもので面白くならない方が彼は悲しむのではないかなと、かわいそうと思った皆さんすみません、終わった後はみんなで笑って撤収しましたと投稿していました。向井浩二さんが2023年7月30日フジテレビ系僕らの時代に出演しました。その番組内でジャニーズを辞めようと思っていた過去を明かしています。お笑いコンビダイアン津田篤宏さんと般若の金田聡さんとの対談に臨んだ向井さん、話題は下積み時代の苦労話になり、話を振られた向井さんは、僕苦労してる方だと思いますと切り出しました。向井さんが旧ジャニーズ事務所に入所したのは2006年でしたが、スノーマンとしてデビューを果たしたのが2019年、つまり13年にわたって関西ジャニーズジュニアとしての下積み生活をしていました。向井さんは6個くらいグループ入ったり辞め解散したり、いろいろ変更したりして、何回か辞めようかなと思った時ありますよと打ち明けています。津田さんらが驚きの声を上げる中、だから僕スノーマン誘われてなかったら辞めてました、事務所に辞めるとも言っていたんでと当時を振り返り、居場所ないんでジャニーズジュニアの中では年上の方だったんでと説明します。スノーマンに入ることが決まっていたものの、本人には伝えられないルールから、その時点でも孤独な時間が耐えられなくて辞めようかと思ったとも語りました。津田さんから今はどうかを尋ねられると、楽しいっすねと満面の笑みで答えていました。フジテレビ系ノンストップに生出演した際には、両親の微笑ましいエピソードを明かしています。日本人の父とタイ出身の母の次男として奈良県で育った向井さん、番組では向井家の伝説として両親それぞれのユニークな出来事を紹介しました。父親の自ら身バレ事件は、向井さんがデビュー前の関西ジュニア時代のライブ中のことです。
お父さんの誕生日の時にお父さんいたんですよ、会場に。でもいないと言うていで、おとん、おめでとうって言ったんですよ。普通黙ってるじゃないですか。そしたらおとんが2階席からありがとうって返事をした。バレるバレるってと慌てたと言います。母親についてはモーニングコール事件を告白します。東京で一人暮らしを始めてから朝早い仕事があるときにモーニングコールを頼むというのです。普通だったら電話に出たら工事起きや朝やでじゃないですか。それが最近 140% の声で鶏のモノマネでコケコッコーってと母の可愛い対応を再現しました。今日のモーニングコールはローテンションでした。日によるんですね。タイの歌を歌ったりもしますと話しています。また昨年は母の楽屋で行方不明事件もあったと言います。向井さんが黒柳徹子主演の朗読劇に出演していた時、感激に来た母を楽屋に呼び、ちょっと楽屋で待っといてと言って楽屋を離れたところ、用事を済ませて戻ってきたらお母さんがいなくて大慌てだったそうです。隣の黒柳さんの楽屋を訪ねると徹子さんと泣きながらハグしてましたと言います。距離の詰め方がバグってますねと母の行動に驚いたエピソードも明かしていました。以前まだジャニーズジュニア、ナイユニット、スノーマン、トラビスジャパン、関西ジュニア、ナイユニットのなにわ男子だった頃、埼玉スーパーアリーナで合同コンサートジャニーズアイランドフェスティバルを開催したことがあります。その中で当時1月にスノーマンに加入した向井浩二さんの迂闊な発言に一部ファンから批判が殺到したことがあります。目黒はスタイルの良さを生かして男性向けファッション雑誌ファインボーイズのレギュラーモデルを務めており、体を鍛えている岩本光は健康雑誌ターザンで連載を持っています。こうした掲載情報を伝える中、向井はグループ最年長にしていじられキャラの深澤達也に向け、ふっかさんもいけますよ、芸雑誌の連載などと声をかけ、深澤はなんでだよと突っ込んでいたとしています。この向井さんの発言に会場にいたファンやコンサートレポートを見た人たちの間で否定的な反応が続出しました。ネット上には芸雑誌発言は人として最低すぎる、 LGBT の問題もバカにしていると思うし、軽々しくおふざけにゲイとか使うな、芸雑誌発言は笑えない、場をわきまえて、さすがに芸雑誌発言には凍りついた、この時代の若い世代ならもっと気を使ってほしい、これは社会的にアウトと批判するコメントが相次いでいました。また憤っている人の多くがスノーマンのオリジナルメンバーに愛情を注ぎ、新体制に反対しているファンとも見られ、この発言でスノーマンは偏見を持ってるグループだと一般の人から思われてもおかしくない。本当に残念。向井、普段から人のこと下げて笑い取るの得意だけど、教養もモラルもない、グループのお荷物との声も聞かれました。中には芸雑誌発言で生理的に嫌いになったから9人体制受け入れられないと、グループ全体を応援する気力を失ってしまった人もいたようです。いかがだったでしょうか。今回は向井浩二さんについて深掘りしてきました。口は災いのもとという格言を地でいくがごとく、たびたび炎上の渦中にいる向井浩二さん、昔は関西のノリで済まされてきたことも今ではなかなか見過ごされないことが多くなりました。リップサービスは場合によっては諸刃の剣になることの典型例でしょう。しかしそれを抑えてしまうと向井浩二さんのらしさがなくなってしまうような気もします。微妙なところです。スノーマンの露出や注目度が上がっている今だからこそ、グループの顔に泥を塗らないよう発言には慎重になってほしいものです。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。